はい、どうもはい、どうもはい、ということで今回は久しぶりに感染画面チャレンジやってきまーす。イエーイ。この指でね、まあ、まだ映ってないんですけど試合始まったら映すけどね。うん、今指が僕今右手の親指ないんで実力隠せるかなと思って、あの僕めちゃくちゃ強いんですけど元は。え、ちょっとなんか反応してくんね。え、ああシャンクスね。はいはいはい。シャンクスの声真似できんじゃないの、うん、黙れブユリル、お前も入院したいのか。黙っとけ。あんま、こんなシャンクスは嫌だ。シャンクス指がしょぼいな。ちょっとシャンクス指が腕よりしょぼいしな。うん、まあまあまあ僕普段うまいですけどね、ちょっと親指ないんで僕今、まあ、いい感じにね実力隠せるかなと思って。どう思いますウィルさん、どんなプレイをするのかわかんない。やろマジで。親指どっちだっけ。右手親指だからサイドボタン押せない。右はまずいかも。でも左よりはどうだろう。まあまあまあ任せてください。俺に人差し指でサイドボタン押すんで任せてください。ジジーベイビーあ、じゃあフリービルドちょっと見せてきまーす。あ、ヒントね、さすがに。どんだけいけるんだろう。ちょっとだけ見せてあげるわ。さすがにバレちゃうから動き。でもフリービルドならギリいけそう。人差し指で押します。普段はこうだけど、一個ずらします。あ、そういうこと？そう。これ絶対当てちゃダメだからさ。親指浮かすからさ。うん。はい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 。はいはいはい。あれ、うまい。え、うまくね？まあまあまあ、いけるっしょ。うん。え？え、その持ち方でいけるんだ。一個指ずれてるとは思わんぐらいできるやろ。え、練習した？さっき練習した。ちょっとボックス囲えれば耐えれると思うんだよね、こんな感じで。ある程度は。よっ、はい、ここまでいけてるな、意外と。ジジン、シャー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 。はいはいはい、スキン決めてくよ。あ、もうこれでいいじゃん、即決即決。これさっき見せちゃったから。うわ、いい感じだね。なんか、まとまってるくね。青系でいくか。あ、これでいいやん。なんか、ぽいな。これでいくわ。いい感じっすね。俺が使わなさそうではある、全部。いい感じっすね。よし、使おう、ポニー、ブロ！じゃあ、やってきますよー。はい。ちなみに僕、モサスキンです。レッドナイトか。そうそうそう、モサスキンといえばレッドナイトだな。レッドナイトにスタッドアックスかな。スコップか。ツービンプスね、普通は。うん、ツービンプスだから。あ、そうだ、レッドナイトはありえないな。もうグラインドに引っ張られた。やばいやばい、ここもタイムロスしてる。やべ、マジ一発目に来たからな、感染。もう一発目に引くわ俺も。ガチ奇跡だろ、さっきブユリルの完全画面チャレンジやったら俺一発目で引いた。ちょうど降りた瞬間にもう来たもん。無理やそれは。ブユリルも若干フフってなってたし。平常心平常心。いやいやいや、あれはね、動画決めてもらったら上がるんですけど、企画的に、うん、まあもう普通にプレイしたろうかなっていう。あ、まあ動画見て。俺ちなみに本気でやるからね。俺も本気でやろうがわからんやろうけどね。キル数見えるからね。うん、まあ10キルは欲しいな。ちょっとエグいって。だって元プロではあるよ。 今どこ入ってる。あの元怪我なしね俺今。元怪我なし、今怪我ありね。ちなみにでも10キルできるような元ってことは。エグいやろ。元怪我なしだったらいけるな。親指なしで10キルしろ言うの。徹底的にボット引き続けないといけないじゃん俺。いや大丈夫、絶対に200とかせば問題ない。そうだ、遠距離で稼ぐは切る。うん、って言ったら俺もうなんか持ちづらいじゃん。絶対強いからねー、ノーマル。いや違うな、ここらへん。いや回しすぎたもん。本気で遠くからペチペチしてるやついたらバレるじゃん。いやいや結構いるよ。いるんだ、ペチペチしてる人。競技心のお真似事。今競技心でね、みんなさ絶対持ってるから結構やってる人いるんだよね。なるほどね。いやー、うん、俺親指縛っても勝っちゃうなこれ正直。ツラハシミっていう子なんか変なツラ使ってそう。なんで俺ツービー鉛筆使ってるから。それは即バレ。オッケー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 。ツービー鉛筆ね。いやこのスキンは持ってないでしょ。なんかあんまスキン持ってないから多分クラムさん。これ違うな。いや俺結構持ってるよ。ちなみにスキン、あ、これもアラベロしか使わんな、これは。俺だって十何シーズン分持ってんだ。あー、これもボットの建築してるわ。俺20シーズン以上バトルパス買ってるからね、うん、いやバトルパス嘘つけ、これは嘘だろ。これは無限にスキンあるからね俺。もう強制除菌解除できてない人って。強制除菌解除できてないこの人。強制除菌って何。強制除菌。ああ、ナイブナイブ。ちょっとこれは違うな。今死んだらやり直しだからな。確かに。いやこれも違うな。今死んだらさすがにごめん死んだって言うからな。うん、ごめん死んだらね。さすがに15以内入んないとごめん死んだらね。嘘つくな、おい。嘘つくな、これ。さすがにさ、死んだらね、ダメだよね。うん、さすがに死んだらダメだね。うん、見てた怪しいやつが死んだってこと俺らしい。いや違うなこれ。残念、俺じゃないっすね。違うっすねこれは。いやまだ回ってない気がするな。ヒントあげるわ。
俺、壁と階段出づらいからね。サイドボタン人差し指の右側面で押してんだぜ。確かにね、うん、壁と階段が出づらい。うわー、わかんないな。確かに癖ありそうだけどな。さすがにぎこちなくない？親指使えなかったら普通、うん、なんかぎこちないな、この人も。そうだろ、床好きだな、この人。それ左手で押せるから、それ、うん、怪しいね。いや、キャラコンも下手くそになってる、普通に。いや、いいよ、3キルできてる、熱い熱い。キャラコンも下手くそになってるな、親指なしで3キルできてる。この人の場合、左手も怪我してるわ、この人の場合。えぐ、煽るね。いやいやいや、ちょ、結構ね、キャラコンぎこちなくはあったよ。左手も怪我してた。まあ、ちょっとね、始めたばっかかな、みたいな。あ、なるほどね。初心ね。初心を忘れずにプレイしてた、あの人は。え、待って、これまだ見つけてない説ある。昔みたいなことやめてよ。大昔にやった完全画面チャレンジ、回ってこなかったじゃん。あー、回ってこないやつね。1試合丸々回ってこなかったやつあったじゃん。あれ、ウィルさんいる。え、いや、違うけど。え、AME、 え、レッドアイ打ってますか？レッドアイ打ちまくってるね、今。あー、じゃあこれだわ。ファイナルアンサー。あ、ファイナルアンサー、もういい。もう、これやばい、めっちゃ AME、 めっちゃ AME、 熱いよ。慣れてきたかも、怪我の手。うわ、違うな。何キルしてると思う俺。何キルだろう。5キルはしてる、6キルはしてる。すごいな、俺の期待値高ないところで。怪我してんだぜ、俺もう生き残るのに必死だぜ、相当イモるぜ俺。あ、うまい、この人うまい人いるよ。マジ？ちょっとその人を見といて。じゃあ、あの、その人と接敵しないように、ちょっとそれダメか、規約違反だ。ダメだね。うまいやついるのきつくね。でもうまいやつ負けそう。負けそう、頼むから負けてくれ。俺逃げる実力すらないから今。いやー、ちょっとわかんないな。今んとこ紛れれてるかも、ちゃんと。マジ？でも、ま、35人いるからな。15はちょっとむずいな。感染画面チャレンジの動画を撮ったらさ、よく言われるんだけど、フレンド欄からスキン見ればよくねって言われるんだけど、見ていい？何を言ってる？フレンド欄のアイコンでスキン見ればいいじゃんってコメント欄でめっちゃ言われるんだけど。見れるの？見れないね。なんかさ、反映されない時もあるよね。反映されない時もあるから。なんか買い立てのスキン反映されるくね。あ、そうそうそう、買い立てのスキンか、起動した時のスキンが反映されるから。最近だとリヴァイ買ったらみんなリヴァイだったじゃんっていう。で、多分入った時のスキンかな。だいぶクラさん、ワンチャン死んでるかもね、もう。壁ぎこちなくない？あー、もうここ、うわ、ちょっともうこれさ、だるいんだけど、こうなんの毎回。静かに静かに。うわ、俺怪しい人が見れねえ。怪しい人、あの人めっちゃ怪しいのに。とりあえずウィルルさんだな。いや、俺探して。とりあえずウィルルさんで。うん、名前なの、それは。絶対偽物や。いや、名前じゃない、名前じゃない。いや、もうウィルルさん好きよ、これ。え、怖い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 、ヘビスナ撃たれました。ヘビスナ撃たれるよ、パトロワだから。規約違反でしょ今。は規約違反されたんだよな、俺。ヘビスナ撃つのちょっと怪しい、ダメだよな、危な。今大ヒント言ったやん、感染回ってたら終わってたじゃん、今。危ねえ。なんで実況したらあかんやん、ところで。ヘビスナね。うん、実況したらあかんすぎるやん、ところで。絶対実況したらあかんやん、ところで。いや、でも実況したくなっちゃうから。うん、やばい、やばい、もう気をつけた方がいいよな、マジで。危ねえ、今ガチで感染来てたら終わってたわ。いや、今結構必死に探してたんだけどな、話合わせて。気づかれちゃったか。話合わせてあげてた、実況を引き出してた。え、わかんないんだけど、本当にいる、このマッチに。いるだろ。あー、でもこの人うまそう。敵視点で見つけたいな、なるべく。今敵視点で見てるよ、クラさん。あ、ありがとう、ありがとう。見てくれてありがとう。うん、うまい。いや、大丈夫それ。大丈夫？大丈夫、大丈夫。ちょっと静かに、静かにして。キュッ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 。違うな、多分。え、結構強いぞ、おる、この試合。いるね。任せろ、任せろ。めっちゃハイドしてるやん、こいつ。クラさん、今日何食べた？おー、うまいな、この人。クラさん？なんか、あの、アイスとか食べた、アイスとか。ガリガリ君。うまくない、今の。あー、うまいな。君、怪我してること忘れてない？いや、今、そらした話。いや、怪我してること忘れてない、ブリさん。話そらした。話そらした、今。怪我してること忘れてるじゃん、俺。話そらしたわけではない。うん。怪我は、まあ、ではいるよね。そうなんだ。あー、この人もでもうまいっていうか、なんか、あるな、これ。それも考えた上で考察してもらわないとやばいよ。とりあえず、これ第2候補で、今さっきの人が第1候補かな。俺、普通に0キルで芋ってる説高いよ、正直。いや、それはマジね。うん。ダメだよ。ダメか。それダメだよ。罰金だよ、それ。いや、あれだな。あれ怪しいな。持ってそうだし。あのスキン持ってるでしょ。うわ、わかんねえ、どっちか。いや、俺全スキン持ってるからね。そんなね、あのスキン持ってるでしょはね、微妙っすよ。いや、これはない気もするんだよな。これ違う気もするんだよな。それは違うね。マウス両手で定位置戻す以外の方法をできるようになったから結構快適だわ。薬指でマウスの前掴んで、手のひらで下の方持って、こうやって定位置に戻す。こうやって、こうやってね、こうやってね、こうやってね、
やばい、残り11人。残り11人、さあ、果たして俺は生きているのでしょうか。いや、生きてるでしょ、さすがに。さすがに生きてる気がする。いやー、怪しくはあるよ。怪しくありますね、これ。この人怪しいね。怪しいよね。どう？怪しくはある、俺も。いや、うまくね、相手。これ無理やわ、もう。勝たれへん。相手うまいな。正直、ある程度動ける人には勝てない。普通にやってもね。うん。見られててもね。俺ゆっくりしか動けないからさ。ああ、いやこの人怪しいな。ああ、立体起動。何キル予想？だったらやだな。何キルしてんの？8キルしてんの俺。怪我してんのに。いや怪我関係ないプレイなんだよなこの人のプレイ。ああ、うまいことね。うん、うまいことね。はい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 。でもこれではない気がする。構成的に。いやどうなんだろう。うまいなでもこの人も。まあ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 。まあいろいろ見てこい。あれ死んだ？いやいや、いろいろ見てこう。うん、いろいろ見てこう。まあまあまあ、まあ、8キルしてる？ 8 キルしたいな。8キルもうしてるよね。あー、何が出んの遅いんだっけ。壁と階段はもうダメだね。え、やばくないそれ。やばくない。大丈夫マジで。壁と階段がやばい。うん、うん、何この時。やばいやばいやばい。いや、これだったらやだな。食べてんの遅くない？おい、食べてんの遅くね。静かにしろよ、マジで。食べてんの遅くね。あ、カウンターしなきゃ、開けて。上でよ。ハイグラ取る、ハイグラ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 。おい、静かにしてくれ。ハイグラ、ハイグラ。おい、それはとりあえず俺じゃないけど、静かにしてくれ。これクラさんじゃない。これね、俺じゃないけど静かにしてくれ。マジで。これクラさんではない。あ、ま、マジで。一回聞いてもいいんじゃない？回復きついから。静かにしてくれよマジで。聞いてはいるな。一応聞いてはいる。ガチで静かにしろ。タイミング良かったらきつつあるね。うん。うわ、ブリルに見られたなこれ結構な。なあ。いやー違うかなこの人。いや、この人だったらやだなぁ。どいつやったらやな。何キルしてるぞ、こいつ。こいつね、6キルしてるわ、でも。6? でも、武器構成がすごい。武器構成すごいか。うん、武器構成すごい。あ、パルスライフル。あ、うまそう、この人。まあ、元プラだし、ブッシュいいでしょ。怪しいな、そいつ。なぁ。怪しいわ。マジで、怪しい気もする。ちょっと無理しすぎて指痛いんだけど。えぐいて。よく助かったな、俺。本当はしないな。倒した後に。その余裕さすがにないな。本当はしないな。あの、怪我しててその余裕ないな、さすがに。あー、下打ちはしないな、さすがに。下打ちしてんの、それ。リジェクト下打ちしないな、さすがに。えぐいって、もうそれ候補から消えるからやめてほしいんだけど。オッケー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 。理解理解理解。あ、やばい。あ。どうしたん。やめてくんね、死んだのに。死んだのにどうしたん、やめてくんね。どうしたん、ブリル。死んでないやろ。まだ生きてる可能性だってあるやろ。トップ10入ってるかすら怪しいぞ、俺。そもそも。トップ10入ってる。トップ10入りたかった。いや、嘘つくな。え？トップ10入りたかった？トップ15は入ってるよ。あ、トップ15は入ってる。うん、トップ10は、まあ、教えない。まあ、際どいかなぁ。入ってるな。もう大丈夫、クララさん。正直、尺稼ぐためにこっからイモろうかと思う。何イモるって。上に順位書いてない ?6 って。書いてない、書いてない。あ、書いてない。あ、じゃあこれクララさんか、下打ちしてるやつ。あの、これ、あの、逆手を取ったではある、正直。やば、やめろ。プロチームに入りながら下打ちをするっていう。感染画面チャレンジのために、そうそう。候補から除外できるじゃん、やっぱり。下打ちしたら。うん、もう絶対こいつやるなっていうのを狙って、腹をくくって下を打ったっていう。やだな、25歳のおじさんが下打ちしてるの。いや、しかも公演も面白いから許可も取ったし、下打ちの。やめて、印象操作。リジェクトの印象操作やめて、とりあえず。めっちゃ嫌そうな顔で OK 出してくれた。うまいなぁ。また下打ちするかなぁ。おしのい。下打ち何キルしてんの、下打ちの子。下打ちの子は7キル。7キル、OKOKOK。何キルしてたかな、俺、あの人。じゃあ俺、下打ち仕返すわ。頑張って。今一番キルしてんのはこいつだな、確かに。ちょっと待って、あのスキンわかんないんだけど。てか、やっぱノーマルソロレベル高いね。なんか、結構動けるね。結構いるんだよね、普通に。プロゲーマーレベルの人も、たまに。だって今回プロ紛れてるわけじゃないのにさ、言うてみんな上手いよな。上手いんだよね。いや、勝てない勝てないみたいな人多い。正直俺、この手で、適当に戦ったら、もう無限に初動死するから、めっちゃ、立ち回りはめっちゃ気をつけたわ。立ち回りはめっちゃ気をつけた。うん。回復は足りた？死なないようにペチペチしてた。回復は足りたかな。足りた。あれじゃないのかな？
おー、あと3人、はい、ビクロできちゃうよ。ビクロできんじゃないこれ、クラさん下打ちしちゃうよ。終わってる。おー、実況してガチやな、みんな。まあ、それはまあそうだな。え、下打ちくんまだ生きてる？もう生きてるよ。死んだ？いや、生きてるよ。撃たないね。あれ見てない？普通に感染。感染してない？いやいやいや、静かにして、排除してるから俺。静かにして。うん。いや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 、静かにして。ハイドはしてないと思うよ。ハイドしてない。オッケー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 、広げてこ広げてこ。はい、あ、ちゃいまぜ。やばいやばいやばい。まあ見て、まあ見といて見といて見といて。建築建築。できるできる。早いな、壁出んの。親指犠牲にしてないこれ。いや、親指。ああ、うわあ、親指犠牲にして今耐えろと押したか。下打ちしてないよね。下打ち、うん、してないね。うん。あ、どういうことで、なんと、僕、下打ちしてましたー。いやいや、違う違う違う。ってことで、じゃあ、もうファイナルアンサー決めてもらいましょうか、ブエルさんに。僕、トップ15は入ってましたよ。え、刀で逃げた人じゃないですか。黒いバスケ付近なのかな、あれ。うん。なんでそれと思った？いや、なんか、やばいやばい。壁出るのが遅かった。壁出るのが遅かった。別のパーティーから見てたけど、SMG で撃たれた時、壁出るのが遅かった、その人。逃げてた。もう明らかに違う、他のやつよりも壁出る速度。壁だけ出るのが遅かった。壁だけ。親指使ってない感すごかった？え、すごくはあってよ。え、それでいいの？初心者の可能性もあるよ、それ。絶対持ってたしな。はい、ファイナルアンサー。え、招待しちゃっていいの？もう。本当にいいの？もうそれしかないもん。うん。そのスキン俺持ってた？持ってると思う？いや、なんか持ってそう、ちょっとだけ。あ、じゃあもういいんだ、ファイナルアンサーで。うん。本当にいいの？いいよ。これはじゃない？あ、はぁ、こんなスキン持ってますね。なんでやねん。珍しいスキン持ってますね、珍しいスキン。なんでやねん。さすがに壁出んの遅すぎたか。倉田さんの視点見られてるなって時は多分、壁出るシチュエーションにしてなかったと思うけど、別パで見てた俺。ああ。別パで見てたもん。SMG1 点当てられた時、山上で。建築で使わずに逃げてたもん。あのごちゃごちゃの下の局面、俺、犠牲にすればよかったわ、指。自分を。叫びながらやればよかったわ。そっちかよ。うわーって叫びながらやればよかったわ。バレバレやな、それは。さすがにまだ押せないわ。怪我してまだ2日なんで、まだ押せないわ、普通に。いやー。バレたか。やるな。まあ、壁が出てなかったな、明らかに。実力的には曲げれてたのにな。壁遅すぎたな。だいたいバレんの、完成画面チャレンジって。まあ、8割、見る側が勝つ。あ、そうなんだ。あー、まあじゃあ順当に負けちゃったな。でも全然完成回んなかったから。そうね、タイミング後半に回ってきたから、まあまあ、まあ。今回も危なかったわ。5キルできただけで結構俺満足してるからさ。あ、5キルしてたんだ、あれ。いやー、ということで今回は見抜かれちゃいました。ということで、はい、ブルさんの方でも完成画面チャレンジ上がると思うんで、よかったら見てください。お願いします。はい、ごちそうさまでした。よいしょ。